無事とりあえず1日目が終わってすごくホッとしているところでございます。まず、まあ、本当に何だろう、終わったっていうのはすごく、一個が終わったのはすごい結構私の中ではおー疲れーっていう感じでいっぱいでして、ただもうなんかわかんない、なんかいっぱいマジでもうほんとあのメールに書いた通りなんですけど、私の感情はもうほんとすごかったです。何ですかって気持ちそう、あ、わかめご飯を食べます。これは前におにぎり買ったんですけど、そう、普通に前に買ったコンビニで、めっちゃ前ではないですよ、普通に買ったんですけど、賞味期限は大丈夫、まだあのお腹、その時お腹いっぱいで食べなかったので今食べます。もう賞味期限来ちゃうんで、やばい、明日の午前4時。やばい、あ、そう、メグさんのファンクラブの動画みたいなのに出演しました。嬉しい、エモセトリでしたね、本当に。野菜楽しかった、野菜、まあ、でも野菜も何回もしたことあるので正直そう、でも初めてあのあれなんですよ、初めて野菜のちゃん、なんて言うんですか、その第1弾の何、あの MV の野菜の格好ができました。そう、小松菜です、峯岸さんの小松菜です。激エモでしたでしょ、今日一日。ナチュさんの登場、てかマジスカやばくない？
マジっすか。じゃんけんは秒で負けました。シェリちゃんに負けた。負けちゃった。ハルピョン三勝姉妹に入ると思ってた。いや、あれは16キロいいよ。うん、野菜楽しかったもん。最後すっ転んでたの大丈夫そう。私じゃないですよ、転んだの。転んだ、誰かが転んだのは見たけど。大丈夫かなとは思ったけど。あ、ミニオンさんだったんだ。うん、誰か転んでるやんと思いながら。でも私はもうその時はもうほんと下手、ん、上手袖に履けようみたいな感じのところにいたから、そう。助けることもできず。明日はめっちゃ不安。何が不安かっていうと、一人一人それぞれが出る曲が違うんですよ、リクエストアワーってじゃないですか。そうだから、なんか大丈夫かなみたいな。ゆきりんさんが今の思いを動画でお話ししてます、だって。 YouTube 出てる、ゆきりんさんの。え、一緒に見る？見たい。15分、すごっ。もうコメントめっちゃ来てる、やば、すごっ。ゆきりんさん卒業発表されましちゃって、もうね、なんかもうなんでだってまだ40ぐらいまでいるみたいな言ってたじゃん。いてよ。って気持ち。本当になんか一メンバーとしてもそうだし、一ファンとしてもすごい心にぽっかり、なんかマジかみたいな、そういう気持ちでいっぱいです。11時になったらこれ見ましょう。ゆきりんさんの YouTube 早く見たい、私も見たい。そうなんでなんでって感じ。いや絶対ゆきりんさんは一生アイドルでいってよっていう気持ちです。
それまで他の YouTube 見てますね。それは違くない？待って、ハルピョンの配信は見てくれないんだ。え？そういうこと？どういうこと？やばい。なんで？やばない？それまで他の YouTube 見てますねはやばい。え？うちは？うちは放置？あら、そう。そうですか、そうですか。いやー、なんかもう今日はもういろいろです。でも推しに会えたのはすごい嬉しかった。ずっと見てた推しをそう、高見菜さん憧れの先輩方2人ともに会いました。高見菜さんとゆいさんもそう来てくださって、見に来てくださってたんです。え、マジで高見菜さん出てきた時マジ本当マジはなもう本当にやばかった。吐きはしないけど吐きそうになるぐらいやばかった。だって本当に知らなかったんですよ。え、マジで。なんかまあミーヨンさんが入ってミーヨンさんが出てくるっていう感じだったんですけど、なんかそのいやミヨンさんだったらうちも入れるやんみたいな気持ちでいたんです。そういやミヨンさん入るんやったらうちも入れるやんみたいなそう同じやんみたいな思ってて、でリハは普通にもうミヨンさんがやってたの。そうでもなんか急に本番になんかえみたいな、えなんかそのあのトリックはトリートの後にわーみたいな大成功みたいなやってくださいみたいな感じだったから、トリックはトリートってやった後にしたらなんか悲鳴が聞こえて、えみたいな、あ失敗したのかなみたいな思ったんですよ。かミヨンさんがめっちゃ成功したか、もう普通にめっちゃ出てこれたかと思って、わーってあのセンターの画面を見たら、えみたいな、理解できない、追いつけないみたいな、推しあれみたいな、うちの推しが画面に映ってどういうことみたいな、これはなんどういうことみたいな、今何年前の映像をここに流してるみたいな、はみたいな、ちょっと待ってちょっと待って、あれえどういうことみたいな、あれミヨンさん、あれミヨンさんはみたいな、えちょっと待ってみたいな、もう頭パニックですよね完全に。そうしたらなんかメンバーに内緒でみたいな、もうその瞬間にあのみずみんと新井さえちゃんがあの台を運ぶ役だったんですけど、いいなそうです、認知した瞬間めっちゃ跳ねてて、だってもうだってもう推しがいるんだよ、いないと思ってたとこに、みんなも嬉しいじゃん推しがみたいな、そう推しがいるみたいな、みたいな、もう感極まりみたいな感じでした。本当に最高でしたね。お人同じ空気吸ってるわと思いながら、そう最高と思ってめちゃめちゃ空気吸ってた。うん、めっちゃ吸ってた。とりあえず吸っといた空気そうで、しかもその時にちょうど私が着ていた衣装が高見菜さんの衣装だったんですよ。はあ、もう
推しの前で推しの衣装を着てしまっている私みたいな。本当にえすごくない？運命だよねマジで。えもうこれは押すしかない、まあ、押してるんですけど、もう運命でしかないみたいな。そうえもうやばいみたいな、半端ねえと思いました。うん、いやもうなんかすいませんみたいな、いやなんかもうはいみたいな、すごく嬉しかったです。推しが、推しが目の前、目の前じゃないけど全然遠かったけど、私だって20番とかにいたもん。20番とかにいた、超遠かった。てか口内炎痛い、あとなんか、しかもその後、なんかその後にさ、まあ高見菜さんありがとうございましたって高見菜さんはけられるじゃないですか。その後にさ、なんかさ、なんか卒業発表あった、あったね。急にねえどういうこと、本当にもうわかんない、もうマジでな、何が起こっているんですか、私には知らない何かが起こってるの、なんなの。本当に何かもう分かんない、どうしたらいいのか。そう、なんか普通にこの間この間じゃない、全然関係ない、この間は全然関係ない、普通に今日待って、リップグロスでみずみんとイチャイチャしてたのも楽しそうだった。え、私リップグロスみずみんとイチャイチャしてないんだけど。それどっちかが違う、みずみんが違うか私が違うか、どっちか違うよ多分、人違い。どっちか人違いしてる。そう、なんか普通にその私は青春フィロソフィーで47の素敵な街へ、あの1曲みたいなところで出させていただいたんですけど、そう、その時にえ待って、ステージ上でマジでみずみんとイチャイチャしてない、一回も。裏ではしたけど、絶対うちじゃない、ステージ上では一回もみずみんとは会わなかった。私じゃない、うん、でなんだっけ、あ、普通にその47と青春フィロソフィーでその裏で見てたんですよ、こう待機の時に山台から出てくる時に見てたの、こうやってしたらなんか、一番やっぱダンス可愛いみたいな思う人がいて、やっぱそれは本当にちゃんとゆきりんさんだったんですよ。私が山台の後ろからしか見れてないから、そうあんま
見えてないけど、その山台のところから見えた人がおみきりんさんで、やっぱアイドルだなって思ってたの今日。そう、今日はそう思ったの。裏からイケリンさんの踊ってる姿を見て、イケリンさんアイドルだなって、一生これからもアイドルなんだなって思ってたのに、卒業するらしい。無理。でその後の離れていてもの歌詞がやばくて、昨日は吹いてた幸せな風が、ああいつの間にか止んでしまったようで、立ち止まって空を見上げ、誰もが戸惑っている。マジで今もう、昨日までは普通に当たり前のようにゆきりんさんはこれからもいると思ってたのにみたいな。明日が不安で、もう本当に不安みたいな、もう本当になんかもう、だから離れていたもの歌詞がもうマジでぶっ刺さりすぎた。ゆきりんさんの卒業発表終わった後の、心がどんより雨雲に覆われて、微笑み方さえ忘れてしまいそうになるけど、本当にそう。ねえ、うつむいていたら日差しが出ても気づかないよってなんかゆきりんさんに言われてる気がした。少しだけ離れて歩いて行けたらいい、近づきすぎないで距離を保っておこう、後ろで見守ってるから、はあ、みたいな歌いながら一人で染みてた。上手の一列目18番で染みてた。すごい。君は一人を寂しがっているけれど、その手と手が触れなくてもいつだって僕はそばにいる。違う、いつだって僕は、あれ待て、今出てこない。少しだけ離れて歩いて行けたらいい、近づきすぎないで距離を保っておこう、後ろで見守っているから、君は一人を寂しがっているけれど、近づきすぎないで距離を保っておこう。あれ待って待って出てこない。あーもう忘れたはいもう私はもうちょっとずつ1日目のものを忘れていっています。今後ろで見守っているから、君は一人を寂しがっているけれど、その手が触れなくてもいつだって僕はそばにいる君の、でも本当にやだ、無理、マジでどうする、何っていう感じ。やばい、何か なんで卒業するのって聞きたい。ということで23時になったので進みましょう。ゆきりんさんの YouTube、
キリンさんの YouTube。少しだけ離れて歩いて行けたら近づきすぎないで、距離を保ってこう後ろで見守っているから、君は一人を寂しがっているけれど、その手と手が触れなくてもいつだって僕はそばにいる。マジで急に出てこなくなっちゃった。そんなことってあるってぐらい。あ、ここにいるだ。君は一人を寂しがっているけど、その手と手が触れなくてもいつだって僕はここにいる。君は一人を寂しがっているけれど、その手と手が触れなくてもいつだって僕はここにいる。君のために離れていいよ。もう離れないでください、私たちのために。ゆきりんさん、はい、すいません、再生しましょう。ちょっと待ってね。まず、あ、普通に携帯で、でも大画面で見たいから大画面で見たい。一斉の腕で押します。ちょっと待って、イヤホンつなげる。よし、やば、もう 1.5 万再生されてる、すご。いきます。まだです。いきます。いっせーので、やば、本当に卒業発表したんだ。いや、本当にずっといるもんだと思ってましたよ。てか、いてほしいって思ってました。動かなくていいんですよ。意外とめっちゃ早い。今年の頭だって。あ、CM 入っちゃったCM 入っちゃったもし訳ないふ待って、しかも長いやつしかも長いやつちょっと待ってね。1分22秒です。ごめん、いきますね。一斉ので、すぐだよ4月なんて。じゃあずっといてください。
いいんです。いやマジでゆきりんさんは性格めっちゃいいですよ。やだうん。一視聴者になってる。なるほどね。ゆきりんさんって中3からなの。すごっ。嫌です。いやもうゆきりんさんでいいんですよ。もうゆきりんさんがその前例を作ってほしい。私はしっくりいきます。はいはいめっちゃおもろい。ここまでやってきたのに急にやめるなんて無責任です。の方々はもう一生もう全部に対しての文句言いますからね。別にね。めっちゃおもろい。エンドレッドさんハートありがとう。すごっ。
いやまあうちもそうだけど、中1までしか経験してないんですけど、私もだって私だってもうあと、もしねもうあと2年 AKB やったらね、わかんないけど、でもそしたら人生半分以上 AKB に なっちゃううん、13で入ってるので、暴れまくってほしい、マジで。もうあ、CM CM CM 終わった、8分58秒めっちゃ、やだはいはいはい、はい、許せない重要会議ですよ、でも重要会議です分かる分かる、私も前あのコロナにかかりましたみたいな写真、マジで漏れてない写真使われた何でなんですかねあれって、カビ写とかでいいのに、もうもはや。確かに17年間で失業人いっぱい卒業見送ってきましたよね。まあありがたいことに。
白い。どうやって言おうかな。いやもう衝撃ですよね。いやもう無理。メンバー的にはどうしたらいいんですかっていう気持ち。そうですね。え、実際とか言って、実際なんですかね。どうなるんですかね。いや本当にわからないです。これからの AKB もどうなるかもわからないし。どうしたらこの先もっとこう、じゃあ今 AKB をもっとみんなで盛り上げようっていう、今そういう時なんですね。本当にもうスタッフさんも含めてすごくそういう感じで、すごい雰囲気、そういう雰囲気がすごくある、そんなあれなんですけど、そんなあれなんですけど、ゆきりんさんが卒業されるっていうのは本当いろんな気持ちです。なんか本当にこうやっぱもともと私自身もファンだったからさ、ファンとしてあとうとう卒業するんだみたいなのもあるし、でもメンバーとしてえみたいな、まだ受け入れられてない自分もいて、なんだろう、今後どうなっていくのかも本当にまだ、本当になんかチームが今解体してっていう形になって、本当に不透明な中で、一からなんか AKB をなんかもう一回盛り上げたいみたいな気持ちはでもみんなの中にはすごくあるじゃないですか。でもそこにゆきりんさんがいないっていうのが信じられなくって、こう私自身が見てきたザ・アイドル像みたいなのがゆきりんさんだからってかだったから、本当にで一緒のねチームにならせていただいて、
てか普通にまず AKB に入れたことがまず普通に奇跡だし、でそっから一緒のチームになってチーム B として活動させていただいたりとか、その前にはそのあのゆきりんさんのプロデュースのコンサートにあの追加としてだったんですけど、あの出演することが決まりましたっていうのも出演させていただいて、こうその時もそうだし前回の武道館もそうだし、すごいなんかザ・アイドルだからみたいな、本当にアイドルパフォーマンスがすごいすごいと思うからっていうのをすごく言ってくださって、えそうなんですよ、だからなんか私自身はそのゆきりんさんにアイドルパフォーマンスを褒められた、褒めていただいたことがすごく本当に力になったし、不安でいっぱいです。なんかずっといるもんだと本当に思ってたからでもなんかまあなんかさっきもゆきりんさんも YouTube で言われてたけど、なんかまあチラッみたいな出たじゃないですかその時になんか否定してよみたいな、否定してっていう気持ちですごくいたんですけど、うん、一日でも早く否定してほしいこの記事をって思いながらいて、でもロドス、ここがロドスだここで飛べの衣装、衣装じゃないや曲もゆきりんさんの本当にほぼ真後ろで踊らせていただいたんですけど、いやなんかアイドルだなとも思いつつでもゆきりんさんでも間違えることあるんだなとかも思ったりとかして、すごいなんか本当なんか後輩になんかザ・アイドルだけど人間らしいアイドルを本当に見せてくださったなって思ってて、そう人間味がすごく溢れるザ・アイドル像みたいなのをすごくゆきりんさんって見せてくださったんだなと思って、YouTube もそうだけど本当に本当になんかおもろいじゃないですかそうなんかネガティブなことも面白く変換してくださったりするし、本当にザって感じだからこそ私自身がこう今まあ、残される身ではあるじゃないですかゆきりんさんからしたら残る身じゃん、残る身なんですよ。だからこそこうなんだろう、その残るメンバーがもっと頑張んなきゃいけないっていうのはすごい分かってるんですけど、でもやっぱ結成当初からいてくださる方がいるっていうのは、当初じゃないけどほぼ結成当初、結成して割と早い段階からいてくださって、その AKB っていうのがまだ世の中に浸透してない時から AKB っていうものを支えてくださっていたゆきりんさんが卒業されるっていうのがすごいマジで本当に実感が湧いてなくて、なんかマジで分かんない、まだだってゆきりんさんって本当にすごくて、このコンサートのリハとかもレッスンも本当に全然参加してないんです、参加してないっていうか多分忙しくて参加できないんですね。でチーム B のこうコンサートの時も本当に全然参加できてなさなかったんですよゆきりんさんって。なのに本番とかそのじゃあ通しリハやりますって時とかにはもう完璧なの、ほんと、ま、もちろんやったことある曲が多いっていうのは分かるんですけど、
でもやっぱポジションが違ったりとかするじゃないですか、それは。そう、でもそれでも完璧なの。人数が違うとかになっても完璧なの、本当に。だし、なんかあの私たちは先生にこう教えていただいてるけど、当時のそのゆきりんさんが当時習ってた振りはこうだったから、これに統一しましょうっていうのをすごい率先して言ってくださったりとか。だってもう当時の振りを知ってる人がいなくなるわけじゃないですか。でしょ。だからなんかどうなのどうなのっていうか、もうなんかこれからのわかんない。なんか普通に全然考えられない今、ゆきりんさんが卒業されるのが。え、どう、え、そう、本当になんかもう全曲 AKB の全曲千何曲全部の振り V をゆきりんさんがワンポジ用の振り V 全部ちょっと動画、携帯で動画残してくださいはい、会いたかったから全部47も踊ってください、もうマジでもう全てを踊って、全てはゆきりんさんの振り V をもうそれを見て私たちはこれからのコンサートを覚えるんでそう、もう誰が振りをこれは昔はこうでしたって言うんですかもうだからそれが終わるまではゆきりんさん卒業しないでください、もうダメです本当に本当にその気持ち、マジでもう卒業しないでほしい本当に。いやもちろんそのゆきりんさんに頼ってるのもね、それはそれでさあ、やっぱダメなのは分かるんですよ。ゆきりんさんに頼ってばっかりの私たちなのもすごい、それはダメだっていうのは分かる、分かるんだけどね。でもさ、なんかどうしたらわかんない。もう私はパニック、うん、せっかく一緒にステージに立てるようになってきたのに、いっぱいコンサートもたくさん出させていただいたりとか、本当になんか全メンバーのことをゆきりんさんが本当に考えてくださって、何回プロデュースしていただいたかってぐらい、本当に公演コンサートもいっぱいプロデュースしていただいて、その都度例えばメンバーがどのユニットをやるとか本当に考えてくださったし、それがなんかしかもちゃんとメンバーがモチベ上がる場所っていうかそう、私自身が可愛い曲をやりたいっていうのがすごい分かってるんだろうなってぐらい、本当にいつも可愛いところに入れてくださったりとかして、なんかだからこそ、うん、本当にゆきりんさんが今の AKB の今 AKB にいるメンバーを本当に育ててくださっているんですよ。どうしたら、
でも私たちがこれから先を考えなければいけないのは、どうしたらこうゆきりんさんがこのあと半年で AKB をなんて言うんですか、今だからこの AKB をやめれるって思っていただけるように成長しないといけないじゃないですか。私たちがそれは分かってるんです、すごく。でも分かってるんですけど考えられなくてそう、ゆきりんさんが卒業するときにこの AKB を今のこのメンバーに託せるぞって思って卒業してもらいたい気持ちはすごくあるんです。とっても大きく、それはすごくあります、残る身として本当に。でもそれ以上にやっぱゆきりんさんがいてくださった AKB が、私自身ファンとしての AKB もそうだけど、メンバーとしての AKB もそうだけど、だから想像ができない、本当そう。寂しいですっていうのは伝えましたそう、写真撮れなかったけど、全然もうゆきりんさんが忙しそうすぎ、まあそりゃそうですよね、普通に考えて。寂しいですっては伝えた、めっちゃめっちゃ目見て。そうでも、そうそこまで、いやなんかほんとぐいぐいいけない、なんかやっぱなんかずっと言ってるけど、一ファンだったから全然なんかやっぱファンとして見ちゃうんですよね、先輩方も。本当に15期さん、ドラ1さんとかも今実際メンバー AKB だけど、メンバーだけど、やっぱずっとテレビの中で見てきた人たちだから、私からしたらステージで踊ってた人たちだから喋れないのそう、でもあと半年どう思われてもいい、もうぐいぐいいけるように頑張る。でも一緒にお仕事するのも何回あるんだろう、あとあと何回あるんだろうって気持ち。でもありがたいことに3月16日のコンサートには出演させていただけるので、卒業コンサート、そして次の日の春コンにも出演させていただくので、なんかそれこそハルコンが次の日にあるんだから、あやっぱゆきりんさんがいないとやっぱ前日の方が良かったわみたいな風に思われないコンサートを作らなきゃいけないなって思うし、次の日ゆきりんさんがじゃあまあね、それこそ、いやそれこそさ、レッスンとかは一緒にやるじゃないですか、3月16のやつも17のやつもきっと、ってなった時にきっと時間があったら投資とかも見てくださいって感じなんですけど、その時にゆきりんさんに、いや私がなんていうの、なんかお叱りじゃないけど、こうその時の投資を見た段階でもうすでに、あスンって
この AKB グループから卒業できるなって思っていただかないと、残ってるメンバーとしては良くないと思うので、もしかしたら当日は忙しいから見れないかもしれないけど、レッスンの風景とかもしかしたら見てくださるかもしれないかもしれないので、その時にまだいなきゃダメだわって思われないようにしなきゃいけないなって思います。なんかまだこの AKB に私いなきゃやばいわみたいな、まじ卒業コンサートやるけど次の日もなんかもう出ようかなとか思われないようにしなきゃいけない。そうって感じ、むずい、むずいよ、むずいよめちゃめちゃむずいよ。だってやっぱずっといらっしゃったんですもんそりゃむずいよ。でも3月16、17にコンサートがあることはもう知ってたんですよ私たちは。そう、あのスケジュールどうですかっていうのをそう聞かれてるのでもう知ってたんです。普通にただハルコンだと思ってたまたピアでできるんだみたいな、嬉しいみたいな、ただそう思ってた。違った違った、すごいすごいコンサートだった。私明日何曲目から何曲目だったらひな壇行けるのかちゃんと見とかなきゃ。これ終わりまで入れる、結構入れるな。からここまで入れます。あ、1日目にやばいやつがあるんですよみたいに言ってたじゃないですか。それはアイスの実でしたアイスの口づけか、アイスの口づけっていう曲でした。初めて披露させていただいたんですけど、やばい、あれめっちゃむずい本当に。でも一個もミスらずにできた、あの曲すごい。明日は明日のリハメニュー1から4、5から9、10から10。あ、もう普通に頭から行くよって感じね。はい、了解です。頭から行くよって感じですね。了解、ラジャ。
そう、アイスの口づけめっちゃむずい、意外とむずい。でユニットっていうかは、チューしようぜ、メドレー、ユニットメドレーはチューしようぜを披露させていただきました。まあ、この曲も人生でもう 3,4 回目なんですよ、私チューしようぜ披露するの。8でもやったし K でもやったし、そうだから3、4回目ぐらいなんですけど、だからもうほぼベテランって感じなんですけど。そうでもこうまたできて1年半ぶり、最後にやったのが多分キスバイエイトの時なので1年半ぶりぐらいに披露させていただいて楽しかったです。あの曲音色の色正解数じゃーん。そう今日はもうなんか赤が多かったんですよ、めっちゃ赤系の衣装が多くて、そうまず1個目の衣装もはまあ白黒だけど、まあ、白黒ってか白ネイビー、あの衣装はもうほんと何でも基本的に白黒系だと、まあ、割と音色は何色でも合うなっていうのがあるので、そうよくて、で次が、まあ、チューしようぜだからめっちゃいい感じでしょ、でその次が47か、47も赤黒のあの可愛い衣装、あれはまゆさんの着ました、可愛い衣装、赤黒だから赤ちょうど良いでしょ、でその次が何でしたっけ、野菜でしょ、野菜はもう手袋してたからもう何でも OK。 で最後、あ最後じゃないや、高見さんの衣装もうあれもなんか赤と白とって感じだったからもうこの色 OK でしょ、で最後 T シャツもまあ別にいいでしょってなったらもうバッチリよこのネイル。でも明日以降が本当リクアは本当にいろんな衣装着させていただくので、そう一曲一曲全部衣装が違います。まあ、そりゃそう、いつもリクアはってそうだから、いやでもまあ赤でもいけるかなっていう感じです。これはいけるんだよね、これもいけるんだよ、そう私が問題、あやばい携帯をも問題視してるのはここら辺、ここら辺かな、ここかな、この衣装かなっていうのはあるんですよね、この衣装これでいいかな、このネイルでいいのかなみたいな感じではあるんですけど、まあ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 、まあ、えアイスの口づけのさ知らないんだけど合成見たい、フール、フール見たい早く。合成してたんですよ、知らなかった、合成してたんですよあれ、あでもあれ撮ってるじゃん、ちょっと見よ、リハ V 撮ってるわ、スタッフさんがリハ V 送ってくださってるわ、リハの時もちゃんとあれなやってた気がする、ハロウィンナイトじゃない、チューしようぜ、アイス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 、あれアイスアイス、あれアイスアイス、あれアイスなくない、アイスって何曲目にありました、あったあったあった、この間 ありました、見よ合成、そんなツイッターで流れてる映像を見るとかしないですよ、私はちゃんとちゃんとちゃんと見ます、ベースをゆいゆいなんだベースゆいゆいなのめっちゃおもろい、えどこ合成してんの、
あ、口。え、何？アイブロウ、眉毛だけ？眉毛だけ合成されるとかある？ゆいゆいじゃん、別に。普通にゆいゆいじゃん。全然ゆいゆいのままなんだけど。でも目はエリーちゃんなのか。何がゆいゆいじゃないの？逆に輪郭がゆいりーさんね。で、アイ、目がエリーちゃん、ノーズ、鼻がズッキー、口がアイちゃん、アイブロウ、眉毛が、いや、わかんないけどゆいゆいだな。全パーツ違うけどゆいゆいだな。普通に、なんすごいね、逆にすごいわ。逆にどれを合成してもゆいゆいなのすごいね。花、花誰だっけ？ズッキーか。あ、でも口は確かにアイちゃんっぽい。むず。おもろいですわ。ゆいゆい感強いよね。もうそんな時間なの、やば。待って、私明日の予習しなきゃ。ピョンムービーもあげなきゃ。え、待って、インスタ投稿したよね、うちちゃんと。あ、投稿できてるわ、よかった。今日から3日間ちゃんと毎日あれしようと思っているので、インスタ投稿していこうと思っているので、当日のやつちゃんと。ちゃんと見てください。ギリギリ映ってる、嬉しい。 AKB の公式インスタギリギリ、え、一枚も映ってないやんと思ったんですけど、少女たちをもう選抜しか映ってないやんとか
これも私出てないし、マジスカも出てないし、野菜もギリギリ映ってないし、じゃんけんだって出てないとか思って、めっちゃこうやって見てたんですけど、ギリギリこのアイドルなんかじゃなかったらのところで私います、ここに、ここにいます。やったね、ここにハルピョン真ん中、これやったね、よかった、映ってて、ぜひ、ぜひご覧ください。まあ、また頭から全部いろんなねお話とかは今後するとして、とりあえず今日は一日、やばい、もう54分、ありがとうございました。まつげがしっかり上がっていてテンションも上がりました。あとはそうですね、楽しかったです、今日一日。でもまあいろんな感情にはなったんですけど、やっぱ私自身は AKB がこれからも大好きだって皆さんに言っていただけるような、そんな、なんて言うんだろう、パフォーマンスをこれからもお届けしていかなければいけないなって思ったし、それと同時にファンの皆さんにこれからも、あれ、同じことを言おうとしてますまあでも少しでも皆さんと、あ、一個言い忘れてるわ、てかみんながね、みんな言い忘れ、みんなが言い忘れてるよ、ハルピョンに何か言うことないの、みんなが言い忘れてる、前髪切ったんだけど前髪切っていただいたんですけど、見てよ、超良くない？今日、え、もうちょい切ってもいい？マジ？じゃ、3日目終わったら切ってもらおうかな。今日本当にびっくりするぐらい巻いたんですよ、リハが初めて。え、もう10年間やってきて、コンサートとかツアーとかもたくさんさせていただいて、初めてリハが巻いた、びっくりした。私は本当に、いや、もうちょっと切ってもいいかな、え、でもちょっとあんま切りすぎると怖いなと思ったから、とりあえず3日間終わってからにしようかなと思って。え、でもちょっと明日メイクさんに聞いてみよう。え、もうちょいいける？そうなんだよね、多分さ3日間終わったらさ、またさメイクさんにさ合わない期間になっちゃうから、だからめっもうより切ってもらおうかなと思ったんだけど、え、長い？え、長い？長いかな、もうちょいいけるかな、マジ？いつもよりチキった、余裕でチキった。ちょっと、え、長いかなあれあれ長いか、そう、とりあえず3日目終わった後に切れそうですかって聞いてみようかな。そんな時間ないかそんな時間ないか、今度の、
だろう。まあいいや、とりあえず明日も楽しんでください。楽しみましょう一緒に。今度のお仕事の時のメイクさん誰か聞こうと思って。ですかって聞いてみるね。ちょっと聞いてみる。ということで順位いきます。1位 A ダッシュアットピョンドさん、2位鉄道の8アット撮影仕事予防接種会場さん、すごい。3位ともゆきさん、4位サプライズレバーさん、5位一条寺ひかるさん、6位エンドレッドさん、7位マックミックさん、8位竹兄さん、9位コロポックルさん、10位バジュンさん、11位鉄也タルピョン大好きさん、12位くじの大悟さん、13位ミスター社交辞令さん、ありがとうございました。明日も朝配信です。ごめん、なんか今日はなんかほんと、いや出れるメンバーからダッシュで出ますみたいな感じだったんでダッシュで出たんですけど、もしかしたらそのダッシュに乗り切れないかもしれない女だから、そうちょっと明日もとりあえず朝配信しときます。ということで、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。気持ち満のラビットジャンプで7156人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃった、メキシシアルピョン、今年もダルナでした。ありがとうございました。おやすみなさい。明日も朝会いましょう。やばい、喉やられてるかも。バイバイ、ありがとう、おやすみ。